皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、こちらじゃーん、アイハーブでこの前頼んだね商品が早速届いたので、こちらをね皆さんと一緒に開封していきたいなと思います。コロナとかで配送がすごい遅れてるっていう噂をね若干前まで聞いていたんですけれども、カミカミ聞いてたんですけど、全然早かったです。そんなに遅れてる感じもなく普通に届きました。開けると中はこんな感じです。サムネこんな感じになってました。じゃーん、結構前回買った時にハマったブランドのものをいくつか買ってみたりとか、あとちょっとミニサイズのものを買ったりとか、いろいろしましたね。ちょっと自分も何を買ったかそこまでしっかり覚えてないので、ちょっと開けていきながら見てみたいと思います。はい、まず一つ目がですね、こちらシエラビーズっていうところから発売されているリップクリーム、オーガニックリップバームの風味なしタイプを4パック買いました。オーガニックのリップっていうことで、このシエラビーズの、ナイトバームみたいな、まあ、全身に使えるバームを1個前の買い物で買って、すごく良くてめちゃくちゃ愛用してるんですよ。で、彼も一緒に結構使ったりしてて、足の裏のなんかカサカサしちゃってる部分とかに塗ったりとかしたりとかしててもすごくいいみたいな感じで、カサカサが治るとか言って夜塗ってたりとかして、もっと薬みたいにオーガニックだしね、変なもの入ってないので使いやすい商品で、で1回も使ったことなかったんですけど、多分いいんじゃないかなって、あの質感から見る限りいいんじゃないかなと思って早速4パックのセット買いました。4個入ってて429円だからすごい安いですよね。もう100均ぐらいの買い物で、オーガニック系のリップバームっていうことなので、すごくいいなと思って、結構オーガニックのバームとかって高いところ多いじゃないですか。ジョンマスターオーガニックとかでもこういうリップタイプ売ってると思うんですけど、あれも1,000〜2,000円ぐらい結構高かったので、そう比べたらね、このオーガニック系で無臭だしストレスなく使えるかなと思っていいかなと思います。結構リップっていくつあっても使うし、なんだかんだねいろんなところとかいろんなポーチとかに入れておきたい派なので、そう、なんか1個だけ使うっていうよりかはもう4個全部一緒に使っちゃうぐらいの勢いでバンバン使っていきたいと思います。これも買ってみました。ナイトバームがとにかく気に入ったので、このシエラビーズのシリーズ他のも使ってみたいなって思ったんで買ったんですけど、セールしててスーパーセールっていうことで429円で買えました。通常だったらもう1000円しないぐらいですね。これはキューティクルケアバームっていうことで、ゼラニウム、オレンジ、レモンフレグランスの香りみたいで、ちょっと匂い嗅いでみようかな。なんかもう明らかにいい香りそうだったので、香りも好きだし、あとキューティクルバームっていうことで髪とかにメインに使うのかなっていう感じのものだったので試しに買ってみました。あー、いい香り、すごい好き。なんかでもそんなにきつい香りじゃなくて、本当になんか自然な香りなので、あまり香りきついの苦手な人でも使いやすそうな程よい香りのやつですね。あ、しかもなんか結構テクスチャー緩めで固くちゃんとなってるんですけど、手に出して伸ばすとスーッとね、すぐに液状化っていうのかな、してくれますね。こう髪の毛とかにこう使うと羽とかにもいいし、アホ毛とかも出にくくなるってやつだと思うんですけど、結構私このこれぐらいの大きさのものってすごいいいなと思って、オーガニックっていうその大きいサイズのバームをね今まで使ってたんですけど、結構でかくて持ち運びには若干不便ぐらいな感じだったんですけど、この大きさってすごく良くて、なんかリップとかとかよりも全然ちっちゃい感じだけど、ちゃんとなんか使える大きさっていうか、ちっちゃすぎてなくなるぐらいのちっちゃさでもないし、すごい私はこれ気に入ってるので、スリーピングバームは本当寝る前とかのケアとか、家とかに置いておいて使うようで、これはねバッグの中に入れておいてマルチバームみたいな感じなので、まあ、主にヘアとかちょっとアホ毛が立ってるなとか、私結構ねすぐに結構ベタベタにして、朝出かけても夕方とかになったらアホ毛出てたりとかパサパサしてたりとかしたりもするので、こういうの大事だなと思って、ツヤ感出してくれるバームっていうことなので買ってみました。そしてこれ、私ナウフーズもう大好きで前から愛用してるんですけど、毎回バラのオイルをリピートで購入してたんですけど、今回初めてこのホホバオイルを買ってみました。
これがソリューション認定オーガニックホホバオイルっていうことで 100% ピュアオーガニック保湿オイルみたいです。で、肌、髪、体に多用途に使えるっていうことで、もう本当 100% のホホバオイルなんですけど、 100% のホホバオイルが929円で買えるっていうのが結構なんかすごいなと思って、 100% で割と満足できるこの大きさで1000円いかないぐらいっていう、コストパフォーマンスも含めめちゃくちゃいいブランドだなっていうことで前から愛用してます。ちゃんとここに封がついてますね。封っていうのかな、こういうの口で開けちゃうタイプですね私。一番大きいボトルよりもちょっとちっちゃめの中くらいっていうのかなのサイズなんですけど、まだ初めて使うっていうのでちょっとどんなオイルか分かんないので、一応ねホホバオイルきっといいことだろうなって、いいものっていうことは分かるんですけど、このサイズにしてみました。あ、すごいいい、思った以上に本当にサラッとしてて、髪の毛にしっかり塗ってもベタベタしなさそうな感じがありますね。まあもうね今たっぷり塗ってるのであんま変わりないと思うんですけど、良さそう。結構私そのシャンプーとかトリートメントとかする前の、お風呂を入る前の段階で頭皮にこういうオイルとかをこう垂らしてもみ洗いっていうんですかね、こうちょっとマッサージしてあげてからシャンプーしてトリートメントしてっていう風にすると、なんかフケ防止になったりとか、乾燥を防いだりとか、結構いろんな効果、いい効果があって、でそうだから時間があったりとかちょっとリラックスしたい夜とか、そういう日はこういうオーガニックのオイルを頭皮にこうがっつりね垂らしてマッサージ、頭皮マッサージを自分でよくするんですけど、そういうのにも使えそうだし、なんかサラサラしてるし、スタイリングにもちょうど良さそうだし、お風呂上がりの体の全身保湿にも向いてそうだし、マルチに使えそうですね。本当匂いもないので、あのバラのオイルを今までこのナウフーズで使ってたんですけど、それに負けないぐらい、これ今度からこっちにしてもいいなっていうぐらい良さそうですね。そう、これも買いました。めっちゃでかい、これパレットです。初めて買ったこれはですね、 LA ガールのプロアイシャドウパレットっていうのを買ってみました。 LA ガールって有名ですよね、結構聞いたことあって、でこんなに大きいのに1578円っていうね、超安いですよね。じゃん、こんな使いやすいパレットです。これはだいぶ大きいので持ち運びとかには無理だろうなって感じですね。これ全部もっと使いやすいですよね。あ、結構しっとりしてますね、こんな感じ。うわ、発色がめちゃくちゃいい、すごいしっとりしてて、うわ本当にすごい発色いい。これアディクションのなんか人気の色に似てる気がする、名前まで出てこないけどめっちゃ似てる気がする。こんな感じのちょっとピンクラメが入った赤みのある色だったんですけど、めちゃくちゃ可愛い。今この色出したんですけど、カーキから黄色からオレンジからいろいろ入ってるので、これで1500円っていうのは普通にめちゃくちゃ安いと思います。このアイシャドウの量も結構大きめなので、なんか単色アイシャドウちまちま集めるよりもこれ1個1500円で買った方がいろんな色楽しめるかなって思いましたね。はい、またこれね使ってメイク動画撮りたいなと思います。次はこちら、そうこれはですね、またまた寝る時用のやつです。前回もめちゃくちゃ ね早く寝れるようにっていうか寝やすいようなグッズを買ったんですけど、これグミらしくて、スリープウィズメラトニン天然ミックスフルーツグミっていうことで、私よくよく考えたら前回噛むタブレットみたいなやつを買ったんですけど、あれも別にまずくはないんですけど、私タブレットよりもグミの方が好きだったなっていうことに気づいて、なんかグミは結構食べるんですけど、タブレットっていうかそのああいうのってあんま食べないっていうか、グミで摂取できるならそれもちょっと試しに買ってみようと思って、パッケージもなんか信用できそうっていうか、なんかすごい眠くなりそうなパッケージ、開かんないんだけど、開いた、あれと思ったら開いてなかった。これ食べれなさそう。あ、開いた、どういうシステムで開いたのか分かんないけど開きました。あ、めっちゃいい香りする。試行錯誤の末開けました。こんな感じです。なんか美味しそう、普通に砂糖が周りについてるグミですね。うん、美味しい。グミっていうよりなんか周りに砂糖がついてるゼリーみたいなお菓子、わかります？なんか見た目はグミなんだけど周りに砂糖がついてるゼリー系のお菓子、私は大好きこれ。うん、こっちの方が食べやすい。味はね、なんか天然
ミックスフルーツって書いてあるけど、確かになんか何かのフルーツの味ではあるんだけど、何かって言われたら分かんない。なんかブドウとかかな、けどなんか食べると不思議な感じする。ちょっとなんか普通のグミと違う感じ、私が先入観を持ってるからか分かんないけど、なんか若干こうなんか体が良くなってる感じがする本当かよみたいなね。メラトニンってなんか前回の動画でコメント欄で教えていただいたんですけど、やっぱ継続して毎日使っていかないと効果が実感できにくいらしくて、そうだから気分で何個か食べたからって睡眠薬みたいに眠くなるとかそういうのはないので、 そこは間違っちゃダメだなって私も思ったんですけど、どうせ飲み始めるんだったらちゃんと毎日試せる、毎日美味しいなって思ってできることがいいなと思うので、とこっちにしてみようかな。まあまだ前のも残ってるので、それもねもったいないから食べはするんですけど、こっちに切り替えたいなと思います。あとはこのレブロンの、日本では見たことないレブロンの眉毛描くやつ眉毛描くやつがあったのでこれを買ってみました。108番のカラーです。描きやすそうだったし、こっち側に鉛筆タイプのものがついてて、もう一個こっち側には眉マスカラみたいな、ちょっとこう眉毛をこう立体的に立たせられるような、ちょっとこう液がついてる、半透明の液がついてるみたいな感じの眉毛のやつです。なんか海外の人とかって眉毛がこう綺麗にこう立ってるっていうか、こう毛並みが綺麗に揃ってるイメージがあって、こういうねなんかこうワックス、眉毛ワックスみたいな、こうちょっと立たせられるようなのでこう整えてるからなのかなと思ってたので、ちょっとこれでね一回綺麗な眉毛また研究してみたいなと思って買ってみました。最近石鹸にハマってるって言ったと思う、あれ言ってなかったかな石鹸また新しいのちょっと買ってみました。見た目が可愛いと思って、ここの鳥のねマークとかが可愛いから買ってみたんですけど、なんか思ったよりもなんか殺風景っていうか、そのまま中身入れられてきたみたいなぐらい、すごいシンプルなこの透明な紙に入ってる石鹸でびっくりしました。で匂いがね若干漏れてる感じがするんですけど、爽やかな、なんかザ石鹸っていう感じの匂いがしますね。今使ってるソープが終わったら体用のソープとして使ってみようかなと思って買ってみました。そしてこれ買ってみました。これもアイハーブで有名な石鹸ですね。これ前から私この石鹸も好きで、なんか結構昔人気の高いなんかブラックソープみたいな黒色のやつを使ってたんですけど、今回はちょっと新しいの挑戦したいなっていうことで、なんか香りが良さ、うわあ私この香りめっちゃ好き、すごい、もうこれが一面今花束、お花畑で、なんかでもちょっとなんかサボンとかにありそうな香り、これぜひみんなに試してもらいたいわ。これこの石鹸のシリーズは全部ね匂いが結構きつめなので、匂いがきついの苦手な方はもしかしたら得意じゃないかもしれないんですけど、私はこのブランドに限っては匂いをなんか嗅いでみたくていろんなシリーズ買っちゃうっていうぐらい、結構匂いがね一個一個いい香りです。で前の黒のあのソープの時はなんかバナナ、熟したバナナみたいな甘い香りがしたりと か結構いろんなね香りのものがあって面白いので、気になった香りがあったらぜひ挑戦してみてください。これはラベンダー&菜の花のバーソープらしいです。なんかでも全然ラベンダーの臭みっていうか、ラベンダー苦手な人が感じるようなラベンダーの嫌な苦味みたいなのは感じないです。なんかほんといい香りに混ぜてあるなっていう感じの香りで、リラックス、栄養補給、ビタミン E で作りました。動物実験なし、環境に優しいみたいな感じで生産してるみたいですね。栄養豊富なシアバターが柔らかくスムーズで快適な肌にします、っていうことで実際ちょっと試してみて、保湿力高めであれば顔がいいかな。匂いが思った以上に今まで買ったヌビアの中で一番いい香りだったので嬉しい。これは絶対リピートしたいなっていう商品ですね。最後はですねこちらレチノールナイトクリームっていうことで、クリームですね、クリームを3つ買いました。夜用の保湿剤&クリームっていうことで、レチノールっていうのはビタミン A ですね。物質としては一般的にレチノールを指しビタミン A1 としても知られています。シワとかシミとかに効くビタミン A らしいです。だから、まあ、夏に使うといいクリームっていう感じですね。それのナイトクリームが売ってて、しかも割引になってて、たくさんセットで買うと安くなるっていうことだったので、シワとかシミに効くのでお母さんとかにもあげてもいいなっていうことで3つ買いだめしました。お母さん、お姉ちゃん、私とかでね使ってみようかなと思って買いました。はい、ということでこれで全部ですね。これが、あともう1個あった、
リップ買いました。 LA ガールのブラウン系のリップが売ってたので、これもね購入してみました。これはちょっと一緒に LA ガールメイクっていうことで、これとこれを使ったメイクをねまた出したいと思うので、そこでねこれも唇に塗ってみたいなと思います。本当にこれで中身終了。はい、長くなっちゃったんですけど、こんな感じで私が最近買ったアイハーブの購入品を紹介してみました。今回はね全部ブランド自体は使ったことあるけど、初めて使う商品っていうのが全てだったので、また使用感とかねお気に入り紹介をできたらなと思います。はい、ということで今回は長くなってしまったんですけど、こんな感じの私のアイハーブの最近の購入品を紹介してみました。参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。